はい、続いて、えー、組み、えー、手をするにあたってまず相、えっと、四つの場合は引き手側の手を先に持つということが必須になります。でえっと、試合の中で特に重要な部分だと私は考えています。でえっと、やはり初め先手を取るということが重要柔道において特に重要で。 でえっと、引き手側を持つ場合は、えっと、まずはじめに、えっと、自分の体を支える軸というものを取ることが重要です。僕の場合は、えっとということが相、えっと、四つの組み手において特に重要だというふうに考えていますで、えっと。試合を見ているとですね特にまあ中学生とかなんですけれどもどうしても初めに組めない。 初めに襟が持てない初めに引き手が持てないということがすごく多くてですね、えー、とその点ですね、えー、と今からやることをすれば、まあ明日からでもすればこれは非常に、えー、と組み手で勝てるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、実際にやってみます、えー、とまずポイントとしては、えー、と相手は必ず同じように引き手から持ってくるということですね相四つだから相手は引き手側を持ってくる。 自分も引き手側を持ちにいくでここで重要なのは、えっと、もちろん自分が持ちたいという、えーえー、自分が襟を持ちたいということもあるんですけれどもまず初めに相手の手を防ぐということ。 相手が引き手を持って引き手側の手を持ってくるということを先に防ぐことというのが重要になりますそうすると基本的に引き手側を防げれば五分五分の状態で推移するので最終的に五分の状況が作れるわけですねゴブの状況が作れることによってまあ勝ててはししなないいいにしても負けけいという状況が作れるわけですじゃあどのようにしてこの手を防ぐのかというとこれはもう単純でえっと引き手側の手をに対して自分の手を合わせにいくということです。 これは、えっと、防ぐというよりは自分から合わせににくという動作が大事になりますで。なぜ重要なのかというと組手の中で基本的に、えー、組手の勝敗というのは、えっと、前に出ている方が強い前に圧力がかけ,ているかけられている方が強いということが、えー、非常に僕の中で、えー、組手における重要なポイントです。なので、えっと、前に圧力をかけるためにまず手を合わせにいく。 そしてここで圧力をかけつつ引き手を持ちに行く。